じゃあゆるく始めましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日は焼酎のいろんな楽しみ方を教えていただけるということで、はい、今いきなり噛みましたけどよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ちょっとだけじゃあ僕挨拶させてもらってもいいですか。あ、そうですね、お願いします、はい。焼酎道楽金星の店長コナンです。よろしくお願いします。キッタさん、焼酎結構飲まれますよね。結構好きですね。お湯割りがお好きですよね、特に。あ、覚えていただいてて。それはもちろんです。ありがとうございます。ちょっとびっくりする湯割り作るんで。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。そう、でもやっぱり、はい、そのキータンさんの世代もだと思うんですけど、世代からぐらいなのかな、うんうん、安くてコンビニですぐ買えて、紙パックで買えて、はいはいはい、悪い先輩たちが、はい、ちょっと飲めよ、コナンつって、はい、無理やり一気させられる酒が焼酎だったんですよ。でなるほど、うんうん、僕の世代めちゃめちゃいるんですよね、そういう子たちが、ってなると、しかも先輩たちって、うんうん、臭えからみたいな、あ焼酎臭えぞみたいな、臭いの飲めるのが美徳みたいな、あちょっと僕なんかそれはすごい良くないですよね。それはもったいないですね。で、うん、やっぱりなんか初見から嫌いになる人たちがすごい多いですよ、僕の世代って。へ臭くて、うんうんうん、その無理やり飲まされて、うん、なんかちょっと言い方悪いですけど年配の方が飲むお酒みたいな、はいはい、イメージが結構あったんですけど、うん、実際に焼酎向き合ってみると、うん、いい香りの方向、なんならアロマテラピーに使われてるらしいんですよ。マジっすか。マジっす。そんなに。いやだから、すごキータンさんもなんか仕事でなんか使えるかもしれない。渡しとく。渡しとく。僕酔っちゃう。施術しながらということで、はいはい、あの焼酎を勝手なイメージって言うと失礼かもしれないですけど、うんうん、本当は向き合ってみるとすごくいい香りがするお酒なんだよっていうのを、うんうんうん、キータンさんとお話ししながら皆さんにお届けできたらなというイメージですね、今日は。楽しみです、はい、はい、よろしくお願いします。はい、まずはじゃあ何から。これ、はい、そう、焼酎ってまあいろいろな種類があるんですけど、うんうんうん、まあ、うちで扱ってるのは基本的に芋、麦、米、黒糖、焼酎です、うんうん、まあ、原料がそれぞれあるんですけど、はい、それぞれもちろん香りが違うんですけど、うん、芋焼酎は芋焼酎っていう括りの中にいろんな香りがあるんですよ。例えば、ライチとか。芋なのにライチ、面白いですよね。香料使ってないですよ。もうなんでマスカットとか。なんでそんなことになるんですかに対して僕喋っていいですか。おお、お願いしてください。せっかくなんで。あ、いいです。お願いします。がっつりいきますね。はい、芋って、はい、まあ、焼酎の大半って真っ白い芋を使うんですよ。じゃがいもみたいな色の芋を使ってて、 97% が真っ白い芋で、残りが紫芋、はい、オレンジ芋、紅芋。紅芋はなんかこう焼き芋で想像する真っ赤な芋ですね。紫芋は沖縄の紅芋タルトってあるじゃないですか、うんうんうん、あの紫色です。おで、オレンジ芋は安納芋を想像してもらったら、はい、割とオレンジ色ですね、はい、あれ全部色素成分が違うんですよ。で、それによっても香りの出方が違うんですけど、はい、特にライチ系の香りって、うん、芋をあえて熟成させるんですね、まず、うん、まあ、ちょっと言ってみたら、まあ、冷暗所でほっとく、ほっとく、はいはい、で糖度を上げていくんですけど、うんうんうん、糖度が上がると虫が寄ってくるんですよ。美味しそうやなって虫が寄ってくるんですって。はいはい、そしたら芋側は食べられたくないじゃないですか、はい、いやいやっつって、いやっつって言ったら、うわーってなったらライチの香り出すんですって。それが虫除けの香りらしくて、うわ、そんな賢いんですか芋って。そう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 、だからすご、芋本来は本当はずっと持ってる香りなんですよ。へー、しかもそれモノテルペンアルコールっていう香り成分に、まあ、焼酎のせいと変わるんですけど、ほほほ、これアロマテラピーに使われてるっていうか、そのモノテルペンアルコールっていう香りがアロマテラピーに使われると。なので絶対臭いわけないですよ、焼酎って。あ、なるほどなるほど。だからやっぱりちょっと皆さんのイメージ変えていきたいなというところで、はい、はい、まず一発目作っていいですか。はい、はい、お願いします。今日はちょっと、ね、この本をおうちで焼酎、はい、おうちで焼酎、はい、これ金星がオリジナルで作ってるんですよ。へえ、すごい。あのおうちで焼酎楽しむために、うんうん、まあ、いろんな割り方のご提案とか。すごい、はい、めちゃくちゃ真面目な冊子ですね、これ。ねえ、これ一応販売してるんですけど、はい、なんか作って満足しちゃってこれ買いましたっていうインスタを見たことはないですね、まだかって。そうですね、割と SNS 頑張ってるんですけどね全然発信してなくて、まあ、これをもとに、お家でも楽しめるような焼酎のご提案と、はい、あとうちワインショップ武田さんにお世話になってるんですよ。書いてる。そうそうそう、はいはいはい、うち半分ぐらいですかね、焼酎の半分ぐらい武田さんから送ってもらってるんですけど、はいはい、なので、まあ、これ見てもらって、もちろんこの本とかも見てもらって、うん、武田さん行ったらもう
全部揃うようなおつまみを、ね、用意してるんで、ちょっと一緒に楽しみましょう。楽しみましょう。じゃあ作りますか。ソーダ割りから。じゃあソーダ割り、はい、僕の分も作っていいですか。飲みましょう。まだ3時っすよ。じゃあ美味しい作り方も合わせて説明していきます。お願いします。はい、じゃあこんな感じで、はい、お気に入りのグラスを用意してください。お気に入りのグラスを、はい、できればこの、はい、陶器じゃない方がいいんですよ。おお、それはこれは陶器って、はい、目に見えないちっちゃいくぼみがこの中にたくさんあるんですよ。で、まあ、今から炭酸割りを作るんですけど、はい、炭酸がそのくぼみに当たったりすると、うんうん、やっぱ力が加わると炭酸抜けちゃうじゃないですか。泡立ちやすい。そうなんですよ。なので凹凸がないこういうガラス系がいいですね。なるほど。ソーダで割るならガラスのいい、ね、ガラスでいきましょう。はい、OK です。はい、で、一発目の焼酎、はい、はい、ご存知ですか。鶴なし源氏という焼酎です。いやいや、全く分かりません。これ鹿児島の芋焼酎なんですけど、鹿児島先ほど話したライチ系の香りがするんですよ。ライチか、すごいな。マスカットとか。ちょっと開けてみましょう。じゃあまず、木田さん、香りだけちょっとこれ開けてみてもらっていいですか。失礼します。あ、めっちゃいい香。これもうなんかこのままこうやって添い寝した感じでした。あ、いいですね。ラブ、ラブでしたね。素晴らしい。こういうね、フルーティーな香りがあるんですね。ということで、すごい、はい、炭酸で割ると、うんうん、まあ、チューハイみたいなイメージでお召し上がりいただけるので、うんうんうん、じゃあ実際に作っていきますね。はい、お家でもできる美味しい作り方です。これ聞いたらやってみてください。はい、まず、まあ、氷入れてもらって、だいたい割合で言うと、はい、焼酎が1、ざっくり焼酎1に対して、はい、まあ、炭酸が3から4ぐらいですね。まあ、好みに応じてっていう感じです。なるほど。で、炭酸で終わったらもう完成なんですが、美味しくするポイントが数点ございまして、ここから説明いきますね。はい、焼酎注いでもらいましたら、まず、うん、混ぜます。最初に混ぜる。そうです。なるほど。温度を下げてあげるんですね。焼酎の温度を下げる。そうそうそう。で、温度を下げてあげると、はい、炭酸と混ざりやすくなります。へえ。こう、何もぬるいグラスとかに注ぐと泡ブクブクってなるじゃないですか。はい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 。それが極端なしなくなります。泡ブクブクなりません。へえ。だからまあ炭酸自体が温度差があると、あ、そう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 、わーってなっちゃうから。その通りですね。なので、まあ、やっぱりその刺激によって炭酸飛んでしまうので、うんうん、ここでしっかり冷やしておくと、もちろん口に含んだ時により美味しく感じたりもします、ね。ということでしっかり混ぜておきましょう。これどんだけ酔っ払っても必ず冷やしてください。で、炭酸注いでいきます。はい。できれば氷に当たらないように注ぐと、はい、炭酸が飛びにくいんですよ。氷に当てちゃうとさっきのザラザラの話です。そうなんです。はい、氷の表面の凹凸に炭酸がぶつかると炭酸飛んじゃうんで、できればですね。なるほど。ただこれ酔っ払ってくると確実にめんどくさいんですよ。僕は家でやっと楽しむ。まあお客様に作るときはやっぱり氷に当てないようにですね。で、最後に、はい、ここも最後ポイントです。軽く1回転。もう炭酸の力でほとんど混ざってるんで、あんまり混ぜる必要ありません。ということで、ソーダ割りの完成でございます。はい、はい、ちょっと鶴なし源氏。鶴なし源氏いただきます。僕もいただきます。あー、もうこれ炭酸でこう香りが、そう、そうなんですよ。あ、さすが聞いた。さ、もう言わなくても分かる。すいません、先に言っちゃいます。最高っす、最高っす。そう、立ち上ってくる気泡の力で香り感じやすくなるんですよ。なるほどな、ソーダ割りの添いに特性もある。美味しい。めっちゃうまいっすね。めちゃくちゃいいでしょ。これ、あれなんす、もう本当にチューハイっぽいというか。いや、さっき言われた。さっき言ってた。いや、ほんとそんな感じ。全くおつまみなしで全然これだけで完結できる。ですよね、うん。しかもこれ甘く感じると思うんですけど、うん、プリン体と糖質が入ってません。超ヘルシー。すごくないですか。すごい。甘く感じるのは、はいはい、脳の錯覚らしいんですよ。へえ。脳の錯覚と舌の上でアルコールが揮発する感覚が甘みに感じるらしいです。へえ。さらに炭酸の弾ける感覚は酸味に感じるらしいんですよ。ほう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 。錯覚する。うん、なので
極論もうチューハイみたいなもんっす。すげえ甘くないチューハイですね。あー美味しい。いやこれはいいですね。めちゃめちゃ良くないですか。なんかね、これ買って帰ろうかな。ワインショップ武田さん。あーすいません。おつまみ食べましょうよ。はい、お願いします。今日は、はい、あの焼酎それぞれに合わせて1個に対して1個買ってきました。わっ、どういうことだ。これなんだ。スナックサラミロックフォールチーズ。これ木田さん食べたことあります？いや、え、マジ？サラミなんすね、これ。なんか形状がまず可愛いっすね。可愛い。カットしましょうか。一口で食べやすい。ロックフォールチーズっていうことはちょっと癖のある。あ、そうなんですよ。はい。これちょっとワインっぽいというかシャンパンっぽいイメージですね。あ、そうですね。なので、まあチーズとサラミとシャンパンってもう確実に合うじゃないですか。間違いないですね。それと同じイメージで、この日本国内鹿児島で作っている芋焼酎を合わせるっていうちょっとロマンを僕は感じます。ということで、じゃあ作っていきますね。すげえ。ということで、どうぞ。はい、いただきます。はーい。あ、めっちゃなんかあ、けど、この癖のある感じがかじって、はい、ぐわってしますよね。きてから爽やより爽やかさが際立つってことですね。あー素晴らしい、最高。うわー、もう好き聞いたさ。何も言わんでもいい。いやいや、うまっ。めちゃめちゃうまいですよね。やばい、なんか永遠を感じるんですよね。うんうん、焼酎って、味がないんですよ。味がない。はい、これ見たっけってこと。そうなんですよ。蒸留酒というか、ウイスキーとかですね。一回、気体にするんですよ。水とアルコールを煮沸させたら、はい、沸点が違うんで、はい、先にアルコールだけ抽出しますね。で、冷やしてアルコールにすると。で、アルコール度数を高めていくと。で、その時に一回、まあ、煙のような状態になるんで、味覚に触れる成分が入らないんですよ、煙の中に。アルコールしか気化しない。そうなんですよ。砂糖とかも多分煙になるまで温めようと思ったら何百度とかになるんですよね。キャラメル状態になっちゃう。なので、香りしかこの中には入ってないのに、まあ味で感じる。面白い。なのでこれ味の濃いものとかを一緒に食べると補填してくれるイメージなんですよね。焼酎に足りないものを食事で補うみたいなイメージ。で、食事の香りをなんかブーストしてくれるようなイメージも焼酎はあります。まあ、食事の味を邪魔しないというか、はいはい、そこがこう日本酒とかワインとまた違った住み分けのポイントなのかなとは思ったりします。もう一つソーダ割りで作ってもいいですか。はい、あ、お願いします。米焼酎でいきましょう。あ、米焼酎。よろしく千万あるべし。よろしく千万あるべし。そう、これね、すごい僕好きなネーミングなんですけど、はい、よろしく千万あるべしって確か中国の言葉なんですけど、まあ、昔の言葉で、あなたにとって限りなく幸せなことが訪れますようにみたいな、とにかくあなたが幸せになってほしいみたいな意味合いなので、僕誕生日とかのお客様によくご提供するやつですよ。なんかこれ八海さんって書いてあります。そうなんですよ、さすが。いいところ。すいません、フライングしちゃいました。全然全然ですか。はい、八海さんっていう日本酒の酒粕を使用した焼酎なんですよ。へー、あー、なので香りがほぼほぼ日本酒のいわゆる大吟醸みたいな。大好きです。ですよね、吟醸香だと思ってありがとうございます。それもじゃあ作っていきます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、よろしく千万あるべしです。よろしく千万あるべし。はい、イメージしてください。大吟醸の日本酒の香りです。なるほど。どうぞ。はい、いただきます。あうん、あ、けどやっぱりこう日本酒、吟醸酒とは違うこのスッキリ感。そうなんですよ、やはり味覚に触れるものがないので。ですね。日本酒系の香りがするのに、はい、めちゃめちゃ後切れ爽やかみたいな。いやいや、すごい。これはいいですね。あれ、こう焼酎はちょっと苦手意識があるけど、日本酒は好きみたいなお客様がいらっしゃると、やっぱりもう大好評ですね、この辺りは。絶対好きでしょうね、こんな。まあ、お刺身とかにもやっぱ合わせやすかったりとか、うち馬刺し出してるんで、馬刺しとも相性が良いですね。はいはい、これ
に合わせておつまみ言っていいですか。はい、お願いします。お豆腐の味噌漬けです。お豆腐の味噌漬け食べたこと、なんかこうちょっと気の利いた居酒屋さんとかに置いてるやつなんですけど。あ、そうですね。でも初めて食べたかも。やっぱこう原料が同じものとかって相性いいと思ってて、焼酎って麹っていうのを使うんですよね。はいはい。まあ主にまあ、主に米、まあ、麦とかもあるんですけど、麦麹っていう、あ、そう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 、麦麹とか、もろみ味噌と焼酎とかめっちゃ合うんですよ。ああ。麹でこう、まあ、発酵させたものというか、うんうん、香りをつけたものとかって、まあ、これも同じようなもんですよ。もろみ味噌。そうそうそう。ああ、絶対美味しい。ね。ちょっと贅沢にもうほじっちゃってください、これ。いいですか。やっちゃってください。はい。はい、しっかり使ってますね、これ。いやもう色がね、色がすごい。いや、ちょっとください。はい、いただきます。お豆腐の味噌漬け。はい、はい、ちょっとこう食べられちゃいます。なんかもう食感、あ、結構豆腐だけど、いただきます。うん、面白。どんぐらい寝かせてんだろう、これ。めっちゃ濃厚。なるほど、さっきと同じ理屈で旨味を、うんうんうん、この軽やかなあれに合わせるってことですね。すると口の中リセットされるんで、うんうん、もう一口食べたくなるんですよ。あー、ほんとだ。あ、しかもちょっと豆腐が際立ちな。あ、確かにそうですね。大豆感というか、大豆感がすごい、またふわっと上がってくる。もうこれ面白いな。うん、旨味もすごいですね。これもワインショップ武田さんで売ってるんですね。今日のラインナップは全部全部。これ大丈夫ですか、お店来なくなっちゃうんじゃないですか。それやべえっす。いや、これがまあここまで、まあ、ソーダ割りの2種類、本当はもっともっと紹介したいのがあるんですけど、うんうんうん、まあワインショップ武田さんで買えるおつまみプラスって考えると、うんまあ、この2本がお家にあったら、うんうん、家に帰るのが楽しくなるんじゃないかなと僕は思います、いいですね。はい、じゃあ、ソーダ割り2種類終わったので、はい、続きまして水割りの説明に入ります。水割り、はい、そうそう、甘い香りのパターンと、もう1個、一の城朝日に関しては、あ、これ、これのこと。あー、美味しい。いや、なんか全然違う旨味が出てきた。なんだろう、余韻が、うん、すごく美味しい。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、高評価、コメント、どしどしお待ちしております。